主観用 CT です。上段に電源側、下段に負荷側と記載されています。主観 CT を家全体が計測できる位置に取り付けます。電源線の L1 層と L2 層へ CT を取り付けてください。 CT には極性があります。 CT 本体ラベルの電源側が電力メーター側に向くように電源線へ取り付けます。カチッと音がするまで閉めてください。 CT ケーブルの L1 側コネクタと赤い電源線に取り付けた主管 CT を接続します。 CT ケーブルの L2 側コネクタと黒い電源線に取り付けた主管 CT を接続します。これで主管 CT の取り付けは完了です。